日本って短い方、理学療法士の資格取るのって。アメリカ多分6年プラス多分もう1年実習とかで行かなきゃいけないから、7年ぐらいはかかるって言ってた。日本は3年か4年で行けちゃう。理学療法士ってさ、具体的にどんな仕事すんの？具体的に言うと、まあ、今僕は整形外科なので、骨折の後、要は骨折するとこうするじゃないですか。そうするとどうしても固まっちゃうので、固まったのを直したりとか、あとは今スポーツ選手も来るし、スポーツ選手の膝が痛いとか。じゃあ基本的には外傷に対しての対処法。整形外科は基本そうだね。あとは今おばあちゃんとかがいらっしゃるので、やっぱ体力的に落ちている方は有酸素運動とかもしなきゃいけないし、そういうこともしていくかな。じゃあ基本的には、でも理学療法士、じゃあ怪我をした人がいないと成り立たない職業ってこと？基本はそうだろうね、理学療法士としてはね。あ、僕最初1年目は脳卒中専門の病院にいたので、そういう人たちのリハビリを伝えてた。え、そうなってくるとさ、その勉強する分野ってのは変わってくる、変わる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 。でもやっぱ理念は同じじゃない？多分まずは気持ちを直したいっていう気持ちから入るわけよ。そうだよね。え、そのさ、その患者さんにそのアプローチをするときにさ、ただ単にさ、その対処療法だけやっててもさ、治らないわけじゃん、ね、そのアプローチの仕方っていうのは、例えばどんなことをするの？その対処療法以外に。結構今の整形外科だと精神面にアプローチしたりも実際する、うんうん、本当に肩痛いんですって言うんだけど、メンタルに問題があるときもあるね。そういうとこも話ちゃんと聞きながらとか、当然普通のっていうかトレーニング運動とかはさせるけど、うんうんうん、それだけじゃやっぱ治らないときも多いので、そういうアプローチもしたりとか。ってなってくるとさ、なんかそのクリニックとかで働いてるとさ、結局ビジネスをしなきゃいけないからさ、そうだね、何度も患者さんに来てもらわなきゃいけないじゃん。ああ、そう多分ね。治すスピードとかって考えたりするの？基本的に人間の体なので、うん、治癒能力ってある程度決まるじゃない、うんうんうん、僕はそこを任せてる患者さんの、まあスポーツ選手ならやっぱ復帰したいので早く、そこはちょっと僕なりになんかエッセンス加えてやるけど、例えばちょっと高齢者とかだとなかなか運動も大変だったりするので、うんうんうん、結構時間かけたりはするかもしれない、うん、ただ単に高齢者の方だとさ、なんかお話がしたくて来る人とかもいたりする？あ、全然いると思う、全然いると思う。それはそれでいいんじゃないかなと思うけど、ね、うん、じゃあ役割としてはその痛みとか怪我とかを治すだけじゃなくて、その精神的な部分のサポートみたいなのも担ってるっていうか、した方がいいと思う、むしろ、うん、しなきゃいけないと思う。いや、今は整形外科で働いてるけど、何かこう将来どうしていきたいとかっていうのは、なんかビジョンは持ってたりする、うん、そう、今のところ一応4月、今年の4月に一応法人立ち上げて、うん、でまあ地域の健康事業はしていきたいなと思ってて、うん、一応そうやって動いてます今。具体的にどんなこと？具体的にはまずはやっぱ高齢者向けにデイサービスってよく、まあ、予防事業をしたいわけ私は、うんうん、だから高齢者の方来てもらって、まあ、トレーニングしてもらって喋りして、ことが起こる前に対処しましょうっていう、対処したいし、うん、皆さんの人生を楽しくしたいよねって。健康な方がより人生も楽しめるしね。今ほら人生100年とかって言うでしょ、うん、でもやっぱり健康寿命が追いついてないのが現状で、やっぱそこはまあ理学療法士だからアプローチできるところかなと思って、うんうん、そこはになっていきたいなと思ってますね。それなりにね頑張ろうとしてますよ。じゃあ仕事をやりつつ、一応ほら、うん、2児の父親でもあるじゃないですか。そうですよ。父親として子育てについてちょっと聞きたいんだけど、なんか子育てについて自分の中でこの理念みたいなの持ってたりする？あんまね、大きな声で言うと今まだ多分後ろにいるんであれだけど、子育ては、ね、結構任せちゃってることが多いので あれだけど、はいはい、うん、基本的に強制はしないようにはしてます。 はいはい、ある程度いくつかこう道を与えるじゃないけど、見せて、うんうん、好きなものをやってほしいかな、うん、あれやれこれはやらないようにはしてる、うんうん、今何歳だっけ？上が3歳、うん、で下が7ヶ月だかな。あ、でも俺今ね、上の頃が可愛いのよ、喋るから。でもさ、そのさ、仕事と子育てとか家族に関わるそのバランスとかってどう取ってる？うんうん、一応早く仕事から、今はね、うん、仕事から早く帰ろうとはしてるし、うん、なるべく一緒にいたいとは思ってるけど、やっぱ仕事も頑張んないといけないなっていうのはあるから、うん、まあ、守るためで家族をね、養わないといけないからね、うまくそれはバランス取りたいとは思ってる、うん、けどやっぱ仕事の方がバランス的にはこう高いのかな、うん、その自分としてはその理想のバランスで今やれてる？もうちょい確かに家族とは一緒にいたいと。あ、ただまあ自分が不器用なので不器用だし容量が良くないから、うん、どっちも仕事の方が偏っちゃうかもしれない。でもその辺は奥さんが頑張ってくれてると思う本当に。いや、ありがたいよね。
ありがたいぞ。なんだ、あのさ、その患者さんとあのその向き合う上でコミュニケーションを取るじゃん。どこまで入り込む？めっちゃ入り込みますよ俺。本当に旦那さんの話聞いたりするし、息子さんとかその家族の話はすごい聞くし、結構家族の方が邪魔をしている場合もなくはないが、中にはねそういう人もいるのね、うん、だからそこで話を聞いてあげないとやっぱこっちが精神的にきついので、やっぱ話したい人は話したいじゃない。だから結構踏み込むかな。それはその人の人のタイプを見てコミュニケーションのスタイルを変えたりとか。もちろん変える、うん、ちゃんと敬語を使う時もあるし、うん、まあ、ちょっと、うん、とコミュニケーション取れてきたらちょっとこうフランクに話したりとか、うん、あ、全然しますね。じゃあ、はい、今年の目標を聞かせてください。今年の目標は、まあ、会社を作るので一人でも多くの人生をよくできたらいいなって思います。ありがとうございます、はい、本日のゲストは、理学療法士関克美さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。